よしさん、半沢直樹シリーズ全部見ましてね、たった今、有料放送の半沢直樹も全部見て、最終回が終わったんですよね。いや、非常に感動しましたね。すごい、サラリーマンの底力を見たような気がします。と同時にですね、終わった時に、ものすごくね、がっかりしました。というのが、次がもうないんだってことです。このシリーズもうこれで完全に終わりです。本当に今回みたいなね、感染症の 間で撮影が伸び伸びになっちゃったりとかねした上で渾身の力を込めて全てのスタッフが命添いで作ったと思うんですよこのドラマがねどのぐらいの労力をかけて作ったものかこれ私はね非常にねあのその辺にもスタッフさんにも感動しましたね役者だけじゃなくてそれを支えるヘアメイクさんとか衣装さんとか大道具さん小道具さんロケに関わった皆さんとかね台本を書いた人とかあそして題材となった全てのこの日本という環境に対してです いや、すごいなぁと思いましたねえ。そして、サラリーマンとして働く上での苦悩とかね、葛藤とか、落胆とか失望とか希望とか、こういったものが全部入ってました。あきっとこのドラマを見てえ、そしてね、このドラマがヒットしたのは、きっと多くの今、苦境にあえぐ日本に住む労働者の皆さん、サラリーマンの皆さん、起業家の皆さん、銀行員の皆さん、すべての方が こんなヒーローロが現れれてくれたらとかね自分もこうやって仲間に囲まれて凶悪に立ち向かっていきたいとそしていつか権力を自分の前にひれ伏せしたい土下座させたいという思いをこの「半沢直樹」というねドラマが大弁してくれたというところで身どこもみたいなもんじゃないですかね身どこも,もあも、のー、悪いやつがね悪大官が町民を苦しめていたところに 公文様がお忍びでやってきて内定捜査の上最終的には、えー、このもんどこらが目に入らぬかというね一刀でお鳴してくれるとそして庶民がみんなわーみたいな感じでねここに二つの図が見えます自分もこうなりたいという自分も皆さんに喜ばれて正義を貫きたいという叶えられない希望もう一つは誰かがそれをやってくれというね他者依存の精神です つまり、このドラマがヒットしたということは、このドラマが終わった時に、ああ、なかなかそうはいかないよね、俺たちの暮らし、みたいな感じで、結局現実に戻るってことなんですよ。このドラマを見て、もしくはミトコンを見て、いろんな情報収集する中で、俺が先頭に立ってやろうと思う方はなかなか出てこないんですよね。もちろん私も、そのリーダーに慣れてるかというと、とてつもない、途方もないことですよね。とてもじゃないけど、 慣れてていいまませんしその道は遠く見えないと思ってますでもね私は自分の人生のリーダーであり自分の人生の頭取りなんですよね、うん、だから少なくとも世の中全部を変えることはできないけども自分の人生を全部筋を通すことぐらいはできるのかなとそのためには世界を広げるんじゃなくて収められるだけの 世界に縮めないといけないかなと。それが、あまあ少数決と言いますかね。小さくまとまっていくことなのかなと。そして、そしてですね、小さな世界を作ることに成功した、まあある程度成功した私がですね、同じような人を作ることができれば、100人中100人が自分の正義を貫くことができるのかなと思うんですよね。1億人の正義っていうのは手の届かないところにあっても、 自分の人生を全うすることができてね。自分の人生に感謝の土下座をすることができるんじゃないかなと思っちゃったわけなんですよね。いや、いいドラマでした。そしてですね、吉田さんが言われたように、自分がやってきたことはしっかりと伝えることができる。でも、自分がやってもいないのに、コンテンツを買ってきて、それを丸パクリして、それを再発信する。これはね、やっぱりね、 中身がらないですねただ駆け出しの時はそれもありかなと私は思ってます私が初めてネットビジネス塾に入った時送られてきたコンテンツを丸パクリしてやったこともないことをまた発信してでもやったことがある人が本当にやったんだったら私がそれを代弁してもいいだろう要するに学校の先生みたいな感じですよね先生自体が教科書の中身を理解してるわけでも創作したわけでもないでも読んで再発信する。 インプットして再発信するその繰り返しで信用を集めて給料を集めているという現実があるんですよだから最初はそれでもいいかなと思いましたけどもずっと現場第一主義の教員ではいられないかなといつかねこの世の中に風穴を開けて自分の小さなネットビジネスという世界かもしれないけどもそこで一定の地位を確立して自分が心から動いてきたことやってきたことを 自分の体験としてお伝えすることができて、それを聞いてる人100人が100通りの体験に落とし込むことができれば、その中で何人かは自分の人生を変え取ってくれるのかなと思いましてね、うん。まあ中にはね、自分の人生に油断して、まあ人をね、お金を集める対象としか見てない人も生まれてきてしまったのも事実です。そこにですね、私のセールステクニックや、うん そのほがね、ビジネスのスキルが手に入ったもんだから厄介ですよ。途中までは本当にその力を使うんですけども、最終的に一番大事にしなければならない顧客の利益に無頓着になってしまうんですよね。私たちはなんで報酬を受けてれるのか。それは、お客様が儲けていただいて、そして満足していただいて幸せになっていただいて、その一部が返ってくるだけなんですよ。単純に言うと、 お客さんが100万稼いだから1万円ちょうだいっていう、そんな感じですよね。でもお客さんが100万円稼げないのに1万円ちょうだい。いや、10万円ください。中には100万円くださいっていうふうな、うん、そういうふうなね、いわゆるビジネスではない疑似ビジネスをやってるものがいるのも、この世の中を反映してるんじゃないかなと思いますよね。うん、まあ、犯罪ザーナ見ながら、その直後に、この <laughs>、吉田さんの動画を見て、 まあでも吉田さんに思うのはね、本当に少しずつの積み上げをこの5年間やってきてるなってことですよね。一発でドカーンってアクセス集めたりとか、一発でバカーンとやったりしないです。それこそチャンネル登録が2000人、2100人、2090人、2100人、2120人、こんな感じですよ。でも、そのちょっとずつの積み上げは非常に崩れにくい。トレンドに乗ってバーッと上がったもんでもないし、広告に乗ってバーッと上がったもんじゃないし、誰かとの 力のの強いい。人のコラボでバーっと分かったもんじゃないむしろ吉田さんはコラボする相手がね強力だからとかね儲けてるから有名人だからと言ってやってきてるわけじゃないですどちらかというと無名の人を取り上げて最大限ティーアップしてそれによって吉田さん自身に信用を集めるうーんそんなねコラボの仕方をしてるんじゃないかなと思いますしね全然違いますよねだから以前と会社に勤めてる時は「マトリックスアフィルトバキュン!」とかね、えー「平成のガリレオです」とか言ってね <laughs> あのタレント使っちゃダメですよね。<laughs> うん、意にそぐわないところも多かったと思います。売り上げのたびに数字が走ったのかなと思います。でも今も売り上げのたびに数字が走ってますけども、でもね、もう吉谷さん、非常に今はね、半沢直樹ですよ、吉谷さんが。この嘘ばっかりのビジネスとか、大きな世の中に、吉谷流っていうのをぶち込んでいってね、その姿を見せてくれるところに、人は、他と違うなぁと思うんじゃないですかね。 私も無数にいる有名なセールスマンの中で、吉谷さんが一番好きですね、うん。まあ、だからでしょうね。私のスタイルが吉田さんに似てくるのもね、うん。まあ私はね、自分なりに自分のことをやってるつもりなんですけども、もたまに感じますよね。吉田さんだったらどうするかなみたいなね。まあ、悔しいですけどね。そこは素直に、あの、かを脱がしていただきますけどね。吉田さんだったらどうするかなっていうのが私の 考えの一つありますね。ということでございます。いってらっしゃい